フル姿が様になってますね、ユーリ。エステルもなかなかのもんだぜ。そうですか。先生には叱られっぱなしでしたが。まあ、あんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユーリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？違うんですか？だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか。よく見てるな。はい、人を見るの好きなんです。この場所にある森ってまさかクオイの森？ご名答、よく知ってるな。クオイに踏み入る者、その身に呪い降りかかると本で読んだことが。なるほど、それがお楽しみってわけか。行かないのか？あ、俺はいいけど、フレンはどうすんの？わかりました。行きましょう。この森、本当に砦の向こうに抜けられるんですか？抜けられなければ戻りゃいいって。もし、呪いでカエルや蛇になったりしたらどうしましょう？そうしたら、俺が責任持って面倒を見てやるよ。面倒見るって。心配するな。子供の頃、カエルも蛇も飼ってたことがある。世話の仕方はバッチリだぜ。私、ユーリがカエルやヘビになったらお世話する自信ありませんよ。何の音です？足元がひんやりします。まさかこれが呪い？どんな呪いだよ。木の下に埋められた死体から呪いの声がじわじわと這い上がり、私たちを道連れに。おいおい、あれは？これブラスティアか。なんでこんな場所に。少し休憩しよう。大丈夫です。あれ、これは。おい、エステル。苦っ。大丈夫か？少し頭が。でも平気です。私一体。突然倒れたんだよ。なんか身に覚えないか？もしかしたらエアルに酔ったのかもしれません。エアルってブラスティア動かす燃料みたいなもんだろ？目には見えないけど大気中に紛れてるってやつ。はい、そのエアルです。濃いエアルは人体に悪い影響を与えると前に本で読みました。ふん、だとすると呪いの噂ってのはそのせいなのかもな。倒れたばっかなんだ、もうちょいゆっくりしとけ。そうはいきません。早くフレンに追いつかないと。また倒れて今度は一晩中起きなかったらどうすんだよ。でも。そうですよね、ごめんなさい。
これで腹ごしらえはやっぱり無理か。とても美味しいです。ちょっと待ってな、簡単なもんなら作れっから。ユーリは料理できるんです？城のコックと比べんなよ。下町育ちで勝手に覚えた簡単な料理だからな。フレンが危険なのにユーリは心配ではないんです？ん？そう見える？はい。実際心配してねえからな。あいつなら自分で何とかしちまうだろうし、あいつを狙ってる連中には本当同情するよ。え？ガキの頃から何やってもフレンには勝てなかったもんな。かけっこだろうが剣だろうが、その上余裕かましてこう言うんだぜ。大丈夫？ユーリーってさ。羨ましいな。私にはそういう人誰もいないから。いても口うるさいだけだぞ。おい、できた。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。すごく美味しかったです。私なんて料理をしたこともないのに。剣や魔術と同じ、やらないと覚えられないもんだ。料理なんてレシピを手に入れて練習すれば作れるようになるさ。レシピを手に入れて練習ですか？じゃあ俺がお手本見せるよ。見てな。料理は命の選択だな。うまい料理を食えば体力を取り戻せることもあるし、それ以外にも料理によっていろいろ効果があるんだ。ま、今俺が人に食べさせられる料理レシピはこれくらいしかないんだけどな。でと、サンドイッチを作るにはパンと卵が必要だから、ちょうどあってよかったなと。食材を選んだら調理開始だ。はい、一丁上がりっと。手際いいですね。私うまくできるかどうか自信はないです。まあ人には得て不得てがあるからな。レシピを見ればその通りにできるってわけでもないし。そうなんです？じゃあ失敗とか。まあそうならないように味見するんだろうけど、しないやつもたまにいるからな。味見？味見を知らねえのか？まあ城に住んでる貴族のお嬢様だもんな。それが普通だろ。貴族のお嬢様、そうですね。どうした、ラピード？さて、そろそろ行くか。私が気を失っている間、ラピードが枕になってくれていたんですね。ありがとうございました。何やってんだ？あ、ラピードにお礼を。ラピード？いないぞ。え？あれ？私、嫌われてるんでしょうか？まあ、あいつは誰にだってそっけないからな。私も仲良くなれるように頑張ります。森を抜けられませんね。まさかこれが呪いなのでは？どうしましょう、ユーリ。本当に呪いはあったんですよ。違うだろう。もしかしてユーリは方向音痴です？いや、違うぞ、多分。もしかして私が？どうしましょう。バカにつける薬はないって言うけど、方向音痴を治せる薬はあるもんかね。
お腹壊すんだから。バーン。本当に助けて。あ、忙しいガキだな。大丈夫ですよ。あれ、魔物が女の人に。ったく、何やってんだか。僕はカロル・カペル。魔物を買って世界を渡り歩くギルド魔界の剣の一員さ。俺はユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。ちょっとユーリ、ごめんなさい。いって、ああ、待って。二人は森に入りたくてここに来たんでしょ。なら僕が。いえ、私たち森を抜けてここまで来たんです。今から花の町ハルルに行きます。え、嘘。呪いの森を。あ、ならエッグベア見なかった？ユーリ、知ってます？さあ、見てねえと思うぞ。そっか。なら僕も町に戻ろうかな。あんまり待たせると絶対に怒るし。よし、二人だけじゃ心配だから、曲がりの剣のエースである僕が町まで一緒に行ってあげるよ。ほらほら、なんだって僕はブラスティアだって持ってるんだよ。あれ、二人ともなんでブラスティア持ってるの？ならこれでどうだ。魔物の情報ですね。でも途中から全部白紙ですよ。これからどんどん増えていく予定なの。ちょっとねえ、勝手に書き込まないでよ。エースの腕前も剣が折れちゃ披露できねえな。いやだな、こんなのただのハンデだよ。あれ、なんかいい感じ。ちょ、あ、ここわかってんの？ハルルは森出て北の方だよ。もう置いてかないでよ。ビードって何者？犬なのに武器使うし、牙とか爪があるのに。爪とか牙使うのは犬の戦い方だしな。え？だってラピードは犬ですよね。ラピードはラピードって生き物だよ。何それ。なんであれ、こいつは自分のこと犬だと思ってない。だから武器を使って攻撃するし、道具も使う。でもだからといって自分のことを人間だとも思ってない。よくわからないけど、木ぐらいのようなものを感じます。だろう、敬えよ。ねえユリ、もしかしてラピードの言葉訳してる？気のせいだろう。おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細くじゃなくて退屈でさ。ああそうだな。ああ、カロル、後ろに魔物が。で、悪い、見間違いだった。ちょっと脅かさないでよ。急に賑やかになりましたね。カロルの剣折れたままですけど大丈夫です？うん、なんか軽くて逆に使いやすくなった感じ。剣に振り回されずに済むわけか。そりゃ良かったじゃねえか。さすがどっかのギルドのエースだな。ちょうどいい長さに折らせるなんて。ユーリ、もしかしてわざと折ったんです？俺そんな器用じゃねえよ。
ここが花の町ハルルなんですよね。うん、そうだよ。この町、結界ないのか。そんなはずは。二人ともハルルは初めて？そっか、だったらハルルの木のシルトブラスティアも知らないんだ。木の結界？ブラスティアの中には植物と融合し、有機的特性を身につけることで進化をするものがあるです。その代表が花の町ハルルのシルトブラスティアだと本で読みました。博識だな。で、その自慢の結界はどうしちまったんだ？役に立ってねえみたいだけど。毎年満開の季節が近づくと一時的に結界が弱くなるんだよ。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。うん、魔物はやっつけたけど木が徐々に枯れ始めてるんだ。あ、どうしたんです？ごめん、用事があったんだ。じゃあね。勝手に忙しいやつだな。エステルはフレンを探すんだよな。おとなしくしとけって。まだ分かってないらしいな。それにフレンはいいのかよ。私に皆さんの手当てをさせてくれませんか？なんと、治癒術をお使いになるのか。それはぜひとも。あ、いやですが、私らお金の方は。そんなのいりません。すごい、痛みがなくなった。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。いいえ、そんな、全然。いやはや、これほどの治癒術があったなんて。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当にいいですから。謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々にも見習ってほしいものです。まったくですよ。騎士に護衛をお願いしても何もしてくれないんですから。まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは違ってましたよね。おお、あの青年か。彼がいなければ今頃私らは全滅でしたわ。今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われてしまいましてな。偶然町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が魔物を退けてくださったのです。巡礼の騎士って。その騎士様ってフレンって名前じゃなかった？ええ、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか？いえ、結界を治す魔導士を探すと言って旅立たれました。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。はい、有利はいいんです。コア泥棒を追わなくても。木見てる時間くらいはあるって。はぁ、人違いか。ギルドのみんなもいない。ずいぶん待たせたからな。怒って言っちゃったんだ。
満開に咲くハルルの花見せてあげたかったのに。そうすればきっと。カロル、どうしたんです？どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな。僕だってちゃんとやってるのに。カロル、一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい、おしまい、本当におしまい。何が何でもおしまいだ。武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。ホさんも戦っていいって言ってくれるね。フレイ様みたいに魔物もやっつけよう。ああ、あんな子供まで。早く結界が戻ればいいのに。そうだな。レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。近くで見るとほんとでっけー。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね、満開の花が咲いて町を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。うん、魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を。こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。何か他に理由があるってことですか。俺はそう思うけどな。お二人とも一体何をなさっているのですか。木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因まではわからなかったようですから。カロル、カロルも手伝ってください。何やってんの。ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。どういうことだ。土をよく見て変色してるでしょ。それ町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。そうだったのですか。カロルは物知りなんですね。僕にかかればこんくらいとってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか。あるよ、あるけど誰も信じてくれないよ。なんだよ、言ってみなって。パナシアボトルがあれば治せると思うんだ。パナシアボトルか。よろず屋にあればいいけど。行きましょう、ユーリ。きっと満開の季節になるとハルルの花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。あいよ、いらっしゃい。今日は何が入りようで。
パナシアボトルはあるか。あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる？エッグベアの爪とニアの実、ルルリエの花びらの3つだけど、パナシアボトルは一体何に使うんだ？先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。え？パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。なるほど。あの、ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。なら、エッグビアは？悪い。魔物は専門外だからよく知らないんだ。魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいればわかるんだろうけど。あいつ、そのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった。素材が集まったらまた来るよ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてるのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ、ユーリ。しょうがないな、僕も忙しいんだけどね。決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのは有利ですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。エステル、何見てるの？この辺の地図ですよ。どれどれ。ってなんだよこれ、白紙ばっかりじゃん。これじゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです。地図といえば測量ギルド。それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから。一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよ。その理屈で言うとカロルも持ってるんだろ。見せてくれよ。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。それは残念です。ぜひ見たかったのに。ねえ、疑問に思ってたんだけど、二人ラピードもなんだけど、なんでブラスティア持ってるの？普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけどな。カロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティア発掘が専門のギルド、ルインズゲートのおかげで出物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。うん、そうでもしなきゃ帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて無理だよ。古代文明の遺産ブラスティアは有用性とともに危険性を持つため帝国が使用を管理しているです。ブラスティアがあれば危険な魔術を誰でも使えるようになりますから、無理もないことだと思います。やりすぎて独占になってるけどな。それは。え、実際のとこどうなの？なんで持ってんの？俺昔騎士団にいたから辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。選別ってそれ盗品なんじゃ。エステルは？あ、私は。貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。あ、
っぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。その耳を触ってもいいですか？あ、ごめんなさい、まだ撫でるのは早かったですね。私たちはもっとお互いを知るところからスタートですよね。ですね、私はエステリーゼと言います。これはもう知ってますよね。あれ、ラピード、お前誰に向かって自己紹介してんだ。私負けません。なにラピード、どうして怒ってんの。ちょっと待って、まさか僕を食べる気。助けてユリ。どうかしたかカロル。なんでもないよ。勝手に賑やかなやつ。あとはエッグベアの爪だね。森の中を歩いてエッグベアを探すんです。それじゃあ見つからないよ。ならどうすんだ。ニアの実一つちょうだい。エッグベアを誘い出すのに使うから。エッグベアはね、かなり変わった嗅覚の持ち主なんだ。クソ、お前クソ。僕が臭いみたいに。先に言っておいてください。あ、ラピード、しっかりして。みんな警戒してね。いつ飛び出してきてもいいように。それにエッグベアは凶暴なことでも有名だから。その凶暴な魔物の相手はカロル先生がやってくれるわけ。やだな、当然でしょう。でもユーリも手伝ってよね。私もお手伝いします。ほらラピードも。じゃあまあこれでちょっと森の中歩き回ってみっか。どうして森の中にニアの実は落ちてるんです？すぐそばにニアの木は見当たりませんでしたよ。ああ、あれはね、森に住む魔物の仕業だよ。縄張りだっていう印なの。それを勝手に持ち出してよかったんでしょうか。確かに譲ってもらうのも無理でしょうけど。そりゃあな、魔物の言葉なんて知らねえし。カロルのギルドで教えてくれないのか。曲がりの剣は魔物狩りギルドなの。仲良くする方法なんて僕らには必要ないんだよ。それは残念です。気をつけて。本当に凶暴だから。そう言ってる張本人が真っ先に隠れるなんていいご身分だな。エースの見せ場は最後なの。これは違いますよね。うわ！これがエッグベア。なるほど、カロル先生の花曲がり大作戦は成功ってわけか。変な名前勝手につけないでよ。そういうセリフはシャキッと立って言うもんだ。やる。
カロル、爪取ってくれ。俺わかんないし。いい。誰でもできるよ。すぐ剥がれるから。私にも手伝わせてください。エステルは周囲の警戒な。はい。もう動かないよね。驚いた振りがうまいな、カロル先生は。そう。鼻は大丈夫か、ラピード。これでルルリエの花びらがあればいいんだよね。ハルルの長のところへ行きましょう。思ったより簡単に倒せるものなんですね。手こずるよりはいいだろ。だってかわいそうだから。ずいぶんとお嬢さんは心優しいな。俺にはおとなしく食われる趣味はないぜ。そうですよね。ここはお城の中とは違う。弱いものは強いものに食べられてしまうんですね。俺たちは食べやしねえけどな。私、魔物を倒すことに迷いません。その代わり、どんな魔物とどこで戦ったか全部覚えておきます。まあそりゃ構わんが。そしてテートに戻った時、倒した魔物のお墓を建てて、そこに倒した魔物の名前を全部彫りたいと思います。いいんじゃないかな。お嬢さんの考えることはわかんねえわ。結界の外まで追ってきやがったのか。何？誰かに追われてんの？騎士団にちょっと。またまた、元騎士が騎士団になんて。素直に出てくるのである。今なら僕らのは勘弁してあげるのだ。噂ごときに怯えるとは。それでも主番隊の騎士か。ねえ、何したの？器物破損？詐欺？密輸？泥棒？人殺し？火付け？脱獄だけだと思うんだけど。とにかく逃げるぞ。これでよしっと。ダメですよ。無関係な人にも迷惑になります。誰も通りゃしないよ。なんせ呪いの森だからな。うわ、待ってよ。ルルリエの花びらを持っていませんか？誰からそれを？確かに持っていますが。なるほど、そういった理由で。ルルリエの花びらはハルルの木に咲く3つの花の1つ。それを半年間陰干しにして作る貴重なもの。最後の1つですが、木がよみがえるのであれば。ありがとうございます。これでパナシアボトルが作れるね。よろずやに行くぞ。
戻ってきたか。材料は揃ってるのか。ちゃんとあるよ。エグベアの爪、ニアの実、ルルリエの花びらと全部あるな。よし、作業に取り掛かるぞ。お願いします。パナシアボトルの出来上がりだ。これで毒を浄化できるはず。早速行こうよ。そんな慌てんなって。一つしかねえんだから落としたら大変だぞ。うん、なら慎重に急ごう。浄化する薬ができましたか。カロル任せた。面倒なのは苦手でね。え、いいの？じゃあ僕がやるね。カロル、誰かにハルルの花を見せたかったんですよね。多分な。ま、手遅れでなきゃいいけど。お願いします。結界よ、ハルルの木よ、蘇ってくだされ。そんな嘘、量が足りなかったの？それともこの方法じゃ。もう一度パナシアボトルを。それは無理です。ルルリエの花びらはもう残っていません。そんなのって。お願い。エステル、ことが。今のは事実なのか。これは夢だろう。ありえない。でも立てるか。ユリ、フレンのやつ戻ってきたら花が咲いててびっくりだろうな。さあ、まあ見ろ。ユリとフレンって不思議な関係ですよね。友達じゃないんです。ただの昔馴染ってだけだよ。後ろで会った住民を巻き込むと面倒だ。
見つかる前に一旦離れよう。え、何何？どうしたの急に？ハルルの花、本当に綺麗ですよね。もう夢を見ているみたいです。ああ、こりゃ予想以上だ。うん、頑張った甲斐があったよね。結界がこの調子ならもう魔物に攻め込まれることもないだろう。ハルルの木が町のみんなを守ってくれますね。面倒な連中が出てきたな。ここで待っていればフレンも戻ってくるのに。そのフレンって誰？エステルが片思いしてる帝国の騎士様だ。え？違います。あれ違うのか。ああもうできてるってことか。そんなんじゃありません。まあ何にせよ町から離れた方がいいな。そうですね、町の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら。確か東に向かったって言ってたよな。はい。アスピオってのがどこにあるか知らねえけど、とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。待ってくだされ。花のお礼がしたいので我が家へおいでください。そんなお礼だなんて。そんな遠慮なさらずに、私は先に家に戻っております。あ、ちょっと。どうする、お礼だって。このまま無視していくわけにはいかんだろう。でも私夢中で何したかもよくわからないのに。ま、とりあえず行っとこうぜ。断るなら断るでさ。もしかしてさっきの赤目？騎士団以外にあんなのにも追われてるの？なんか変なのに好かれるみたいでね。一体これまでに何をやってきたんだよ。全部言うのは大変そうだな。なんせ21年分だ。いやもういいよ、何も聞かないから。おーおー、よくぞ参られました。ささ、ごゆっくりと。ありがとうございます。でも私たちあまりゆっくりもできないので。まだ騎士様も戻られていないのに町を離れるのですか？ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎのようとか。ま、そんなとこだ。私でお力になれることなら何なりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが、どうぞお受け取りください。俺？何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じゃあ。いえ、それは受け取れません。じゃあ僕もいらないかなと。いや、しかしそれでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう、今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね、とても楽しみです。わかりました、その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。ああ、一ついいか。アスピオって町に聞き覚えない？アスピオ？ああ、日陰の町が確かそんな名だったような。日陰の町？聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ？東の方角だったかと。詳しい位置までは何とも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、
それだけだ。待ってろよ、モルディオの野郎。